彼は毎日電車に乗らぬことはない。従って電車内の出来事によって神経をイライラさせられたり、些細なことからかなり大きい不快を買ったりすることは毎度のことだった。ことに切符の切り方のわずかな間違いなどから起こる車掌との不快な交渉は勝っても負けても嫌であった。車掌が 乗客からいだけだかに言い込められて、不快な感情を職業柄じっと抑制しているところなどを見ると、彼は心から同情せずにいられなかったが、さて、一旦自分と車掌との交渉になると、たとえ自分の理由が不利であっても、おとなしく負けているのが不快であった。